中期に開催会場となった明治神宮野球場1989年からの開催会場となった東京ドームプロ野球オールスター大運動会は日本プロ野球選手会の主催により1980年から1992年まで開催されたプロ野球選手による運動会であるこの大会ではプロ野球選手会に所属する選手が陸上競技や 各種スポーツのアレンジ競技、さらには滑走大会などをセパリーグ対抗戦、並びに参加12チーム別の対抗戦を行って優勝を決めるというものだった。この大会は毎年おおむね11月下旬か12月初旬の週末に開催され、その模様はテレビ東京系列で翌年1月1日のゴールデンタイムに3時間にわたって、 編集の上放送された。会場は当初は横浜スタジアム、後、明治神宮野球場を経て1989年から東京ドームで行われた。リレーや100メートル走などで屋敷かなめをはじめとした俊足選手や若手が目立つ姿が印象的であった。その後、1993年以後、選手会主催イベントは、 テレビ東京のスタジオ2003年以後熱海市のホテルで一般非公開によるプロ野球部のオールスタークイズ日本一として行われ2004年をもって廃止された放送日はすべて1月1日1981年のみ東京12チャンネルただし1991年以降はノンプライム枠開局20周年記念企画として放送 平成では初の放送、開局25周年記念企画として放送。15時15時3分には予告番組、大運動会この後開幕、を放送。週刊テレビガイドの紹介記事放送当日の日本経済新聞、祝刷版のラジオテレビ欄、ありがとうございます。